どうもこんにちはえこの間の WBC 見てすごく感動してしまってで大谷翔平選手についてますます興味を持っていろいろ調べてたんですけども大谷翔平のお金の使い方っていうまとめ記事があってそれがすごく面白かったので今回それをテーマにしてで大谷選手と対照的な存在って言える清原選手と比較した動画を作りましたのでもしよかったらぜひ最後までご視聴ください。 まず大谷選手の年俸についてなんですけども単純なチームからの年俸とスポンサー収入と合わせると70億円弱って言われてます。でそれだけお金をもらってる大谷選手なんですけども、まあ、私生活にはほとんどお金使わないそうです。っていうのも私服や時計や車とか生活に必要なほとんどのものをスポンサーからの提供品で済ませているからなんですね。 まあ節約しようって考えてるのではなくて、単純にそういったものに興味がないからお金を使ってないだけのようです。で、えー、興味があることについては、かけるお金を惜しんでないようで、まあ大好きな野球でのパフォーマンスを上げるための食事については、管理栄養士をつけてわざわざ自炊するほどお金と手間をかけてます。あと趣味が睡眠だそうなんですけども、高級寝具メーカーの西川の寝具を使って、 まあ寝て、まあ、睡眠の質を上げているようですね、まあ、こういったお金の使い方をしているので大谷選手が引退後にお金に困るってことはま,あまずなさそうですで一方西部や巨人で活躍した清原選手は高卒1年目から活躍して24歳には1億円プレーヤーになってプロ野球生活で稼いだ額は60億円以上って言われてますでそんな清原選手のお金の使い道なんですけども キャバクラやクラブや高級会社や高級腕時計に使ってて、で、まあほとんどお金は残らなかったそうです。で、現金退後は非常にお金に困っていて、バラエティ番組で ATM に行っても預金残高がなくてお金を下ろせなかったって言っていたことからもその可能性は高そうです。ただまあ現在は本の印税や YouTube で結構稼いでいて、 健康な生活を送っていることからもお金に困っていることはまあないのかなって思ってます。で、大谷選手のお金の使い方ってほぼ模範回答かなって思ってて、自分の人生楽しむためにお金を使ってて、こういうお金の使い方を自分もしていこうかなって学ばせてもらいました。で、逆に清原選手のお金の使い方で,ですね、これ絶対に良くないとは言い切れなくて、 キャバクラやクラブで女性やお酒にお金に使うのが、まあ私は絶対に悪いとは思えないんですね。女性とお酒を飲んで、まあべちゃべちゃ喋るっていうのがすごく楽しいなって感じるのであれば、このお金の使い方ってすごく有意義だと思うんですね。で、問題なのは頻度と金額なんですね。キャバクラやクラブに使うのが、まあ手取りの収入の5%までにしておこうっていうような、 制限をかけていれば、まあ問題ないかなって思うんですね。高級会社に乗るっていうのも、車はまあその高級会社の性能であったり、デザインが好きで購入したのであったら、有意義なお金の使い方かなって思います。まあただ逆に、見栄を張るためにだけに購入したのであったら、ちょっとそれはもったいない使い方になってしまったのかなって思います。見栄を張るのも一度だけならいいんですけども、 結局、同じものを使い続けていると、ダサいように思えてしまって、見を、またさらに身を張るために、お金を一生使い続けてしまって、でまあ、そのループに陥ってしまって、限度がなくなることが多いんですよね。まあ、現に、清原先生も高級会社を買い続けてましたしね。で、まあ、最後に <laughs>、何が言いたいかって言いますと、お金は自分が正しいと思うことには、限度を超えない程度にお金をつぎ込んで、 身を張るためにお金を使いないのはもったいないのでやめたほうがいいかなっていうのが私の持論になります。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。